28歳、現在世界ランキングの25位です。かつてはメキシコフェザー級タイトルを7回防衛したこともあって、現在このクラスではメキシコ最強の実力の持ち主と言われているんです。一方の杉田選手、試合前はいつものようにバンテージを巻きながらじっと精神統一を図っていました。まあ、その姿は静かな投手というよりもむしろ凄みを感じさせるものでした。やはり世界を目指す杉田選手にとっては今日の試合は特に大きな意味を持つんでしょうね。その試合について畑中会長はこのように話しています。今回のハウレギ選手なんですが、どんな選手だと思われますか？まあファイターでしょうね。パンチの強い。杉田選手がハウレギ選手に勝つためのポイントがあるとすれば、まあ3ラウンドぐらいまではねよく動いて、後半勝負ですから、まあ中盤から後半にかけて打ち合いになった時にね、どっちもファイターですから、打ち合いになった時にいかにハウレギの体を起こして後退させれるか。杉田が下がるようだとちょっと危ないですね。まもなく杉田選手の登場です。本日のメインイベント、ライト級10回戦を行います。赤コーナー、日本スーパーフェザー級1位、129パウンド4分の3、畑中ジム所属、杉田龍平。勝てば世界ランカーです。大一番がやってきました。杉田龍平。青コーナー、 WBC 世界スーパーフェザー級25位、131パウンド、4分の1、メキシコハビエル・ハウレギ。95年に世界ランキングに入りました。世界の常連です、ハビエル・ハウレギです。さあ、杉田にとっては大一番がやってまいりました。放送席の解説は薬師寺康生さんです。薬師寺さん、はい、まずはこの杉田の表情、非常に落ち着いてますね。先控え室に来てある、ね、顔見てきたんですけど、すごくリラックスしてましたね。対するハウレギの方なんですが、はい、ごつい印象がありますね。そうです、このメキシコカラーのすごいあのガウンが印象的だったんですけども、はい、メキシコ国内のタイトルを7度防衛した経験があります。メキシコ国内ではこの階級では最強の男であります、ハビエル・ハウレギ。さあ、いよいよ運命の一瞬がやってまいります。第1ラウンドのゴングを聞きます。杉田龍平、今日勝てば世界ランカー大一番です。杉田の大一番がやってまいりました。第1ラウンドのゴングが鳴っています。序盤の動きが試合全体を左右すると畑中会長が先前言っていました。ハビエル・ハウレギがこの左右のフックを強烈なパンチを序盤に振ってくるんですね、薬師寺さん。はい、あ、そうなんですか。これですね、これあのビデオで見たんですけど、はい、左のアッパー、はい、それから左の使い方非常にうまいですよ。これです、これがうまいです。見えない角度から飛んでくる、うん、アッパーもらいましたね。今ちょっと足に来ましたよ。はい、一回経験すればこの2発が飛んでくるってことは分かるということはね、あの杉田龍平言っておりましたけども、あんまりね、杉田前かがみにねしたくないですね。あの左のアッパーで起こされるんで、あの左をもらわずに逆に下がるよう下がらせるようなペースを取れば、序盤をしのげば中盤以降に勝機をやってくると言っていましたけどもね。思った以上にあのアッパーが伸びてくるんですよね。はい、メキシカンとの経験の豊富なあの畑中会長が言ってましたけども、やっぱそのジャブやストレートがその避けたつもりでもそこから伸びてくるっていうふうに言うんですね。そうですね。ただあのハウレギの特徴としてはスピードはありません。うん、あのでもこのタイミングの狂ったようなパンチでやりにくいんですよ。はい、あ、なるほど。はい、あとこれ見て分かるように上半身がしっかりしてて下半身が細いんですよね。はい、で思った以上にこの手が長いんですよね。はい、ただこの相手の分からないペースに巻き込まれないために今日杉田はあの相手をできるだけ見ないで自分のリズムだけを考えて戦いたい、そんなこと言ってました。ハウレギ対策は頭を振ってジャブを打つこと、そして下がらない、押し負けない、ロープに詰まらない、こう杉田言ってました。いい左が入りました。うん、これは怖いですね。はい、あの怖いというより嫌ですよね。杉
杉田がこれが今日24戦目なんですけども、対するハウレギの方は倍以上の55戦目、豊富なキャリアがあります。しかしあの世界ランカーに対する杉田雄平、まあ、この後世界を狙うためにはいつかこういう相手を倒さなきゃいけませんから ですね。この相手は嫌だとかいいとか言ってる場合ではないですからね。相手を選んでる場合じゃないですよね。ですんで今日が大一番です。黒いトランクス、そして赤のサイドラインが入っている杉田雄平です。日本の選手とかアジアの選手ではこの角度でパンチ出ないですからね。メキシコの選手ならではですよ。中南米独特のリズムを持っています、はい、顔が見えているハビエル・ハウレギ。ベルトラインのところにはチャティットと書いてあるんですが、はい、これあのメキシコの言葉であの鼻が小さいというイメージがある。そういう言葉らしいですね。よくあの小鼻の小さい子の女性の美しさを強調するときにチャティットという表現を使うらしいんですけどね。あ、そうなんですか。このハウレギがボクシングをやってる人の割には鼻が小さい、つまりあまりこのジャブをもらわないという、そういうニックネームでもあるそうですね。3発4発5発出てきますね。あのさあ杉田の連打が出るか。左のアッパー。第1ラウンドが終わりました。いや杉田にとってみたら大一番がいよいよ始まりました。はい、うん、あのですね、非常に怖い相手だと思います今日は。はい、はい、序盤からハウレギの方はいつものように力強いパンチ放ってきますからね。そうですね、うん、後半見ものですね。そうですね、はい、杉田の勝負どころは中盤以降にやってきます。危ないよ。第2ラウンドが始まりました。立ち上がりいつものように大きなパンチを振るってきたハビエル・ハウレギ、まあ、特にあのビデオで見てた以上のものではないなという感じはしますけどもね。ですね、多分杉田は、はい、ビデオを見たよりやりにくいなと思ってると思います。それはどのあたりでしょう。あの角度のアッパー、両アッパーフックですね、はい、特に左のアッパー、これ嫌ですよね、今みたいな角度で飛んでくると。はい、畑中会長は多分龍平は今まで経験したことのないようなパンチを序盤にもらうだろう、それはもう分かってるんで分かってる、それをどうしのぐか、どう立っていられるか、で中盤以降に必ずチャンスはやってくると言っていました。伊藤さん、はい、畑中会長の指示です。もっと動いて、頭足忙しく動かしてという指示です。今日の両サイドのレポーターは高田博之アナウンサーです。右ストレートが入りましたハビエル・ハウレギ。メキシコ国内のこのスーパーフェザー級のタイトルを7度防衛しましたハウレギ、そして世界ランカーの常連でもあります。綺麗だった。入ろうとした時にもらいますね、いい角度で打ちますね。さあ杉田、ここをなんとか乗り越えてほしい。序盤4ラウンドまで、この序盤の試合なんとか杉田が立っていれば中盤以降に勝機が訪れます。右ストレート、そして巧みに避けるハウレギに対してこの左ですね、気をつけなければなりません。見てる以上に懐深いと思うんですよね、ハウレギの方は、はい、杉田はもっともっと左に回って左フックで回したいですよね、はい、これ飛んでくるんで左アッパーとボディ、これはもう重々気をつけなきゃいけない、これはよく分かっています。そして一発入ったら必ず次は来る、そう考えながらリングに立っています杉田龍平。杉田切れましたか、鼻血ですかね。鼻血ですか、ちょっと赤いものが見えますかね、大丈夫ですかね。もっと左使っていきたいですよね、左を、はい、逆に杉田の方が、あ、右目切りましたね。右も目尻を切ってますね。左フック、杉田の左です。そして杉田ミーノショート、相手の突進を止めるミーノショート、そしてサイドレーナーが出ました左ボディ。右の目尻から出血が見られます杉田龍平、これが影響なければいいんですが、結構出てますよ血、はい、まだ試合は始まったばかり。左フック、サイドレーナーが出ました杉田龍平。さあボディーだ、詰めるか詰めるか、杉田上下の打ち分け、これが杉田の持ち味です。今日勝てば世界ランカーノンタイトルではありますが、相手は世界の25位、一方の杉田龍平は日本スーパーフェザー級1位。世界のヒノキ舞台に立つにはもうこれ以上ない相手がやってきました、名古屋国際会議場イベントホール。右のガードしっかりしたいですね杉田はね、はい、ちょっと杉田のパンチも当たるようになりましたね。しかしね、そうです、当たって持ってますね。さあ序盤のこの猛攻をしのげば中盤以降に勝機はやってきます。杉田頑張れ。第2ラウンドが終わりました。第3ラウンドです。ヤフシーさん、 1,2 ラウンドの戦いぶり、杉田の戦いぶりいかがですか。ちょっとね、はい、左アッパー左フック、相手のちょっともらってますよ、確かに2ラウンドにあの右の目尻のあたり切ったみたいですね、あのね
正面に立つ気なんですよね、この位置が、はい、もっと左にフックで回したいですね、相手をね、だから相手の左から遠くへ遠くへ行きたいですよね。ちょうど1年前の2月25日東洋太平洋のスーパーフェザー級のタイトルに挑戦してダッシュに失敗した杉田竜平です。しかしその後からが杉田の始まりました。この左のジャブ、いろんなジャブを打てるようになったと畑中会長は成長を認めてますね。右のストレート、ハブレギの強烈な右、しかし杉田倒れません。序盤4ラウンドまでのハブレギの猛攻をしのげば必ず中盤以降勝機はやってきます。右のストレート、さらに左右の連打、ボディいいのも入りましたよ。いいボディが入りましたね。このボディは第2ラウンドから随分出るようになりました。センタリック、相手の左をもらいましたが、その前に杉田のボディとそして左フックが入っています。ハブレギがちょっと下がるぞ。ボディの連打、杉田行く、杉田が前に出る。ボディ効いたか、ちょっと効いてますかね。ちょっと手がなくなりました。ハブレギさあ下がった、ハブレギが下がった、アッパーもらいたくないですね。第3ラウンド、ハブレギグラッときたが、左のショートフックはカウンターに入っています。杉田も鼻からも血が出ています。杉田も効いてます、杉田も効いてます。両者激しい打ち合いです。これはもう第3ラウンドじゃないですね、FC さん。いやもう勝負出てますお互い、杉田ボディ打ちたいですよね。はい、第2ラウンドから杉田のボディブローが完璧に捉えるようになりました。上から下ですね。下、去年の敗戦から生まれ変わった杉田のそのテーマは頭を動いて使って、そして打たせずに打つボクシングです。ただ今日の相手に対してはどうしても距離があってしまうんで打たれないってことは無理でしょう、こんなことを言っていました。ですから強打は覚悟の上、相手さあロープに詰めた杉田竜平、カウンターのアッパー狙ってるんですよね。カウンターのアッパーを、はい、これですね、これです、はい、気をつけたいですね。これまたハブレギはうまいなと思うのがロープを背にしながら、ロープアドープ、昔モハメド・アリが使ったように、ね、杉田を、ね、見てますね、パンチを見てますね。さあリング中央に戻した杉田の連打が出る。世界ランカーに対して全く控えを取っていません杉田竜平、勇敢ですね、もこのアッパーもらいたくないですね。どうしても負けられない一戦、おっと右手のアッパーもらいました。しかし左返した杉田竜平、ボディ行きたいですね。ボディ、はい、左ボディ行きたいな。日本スーパーフェザー級第1位、今日勝てば世界ランキングに入ります杉田竜平。ハブレギとの非常にきつい打ち合いになっています。第3ラウンドが終わりました。試合開始から薬師さん、はい、すごい打ち合いですね。後半の試合ですよね、8、9、10ラウンドって感じですよね。まだ序盤とは思えないこの杉田の表情です、はい、鼻からもそして目からも目尻からも血が出ています。お互い KO になってもいいようなパンチ出してますね。そうですね、勝っても負けても KO で決まるんじゃないか、そんなことを先前働く会長は予想していました。第4ラウンドです。この4ラウンドまでが一つの勝負、そう見ていました働く会長です。ヤクシーさん、はい、この序盤を杉田が倒れることなくしのげば、うん、必ず中盤以降勝機はやってくる、はい、そういう予想でした。後半勝負ってことですね、おっとアッパーもらいました杉田、危ない、ちょっと左をガードを避けてきました、うん、これが中盤以降のハブレギのスタイルなんですね、うん、ラフになってくるんでしょうね、こういう風に。そしてこの3クォーターの下から左のボディとそしてアッパーが飛んでいきます、うん、ハブレギこれですね、このボディ、ね、はい、あかなり血が出ています。伊藤さん、はい、伊藤さん、はい、右の目尻の出血ですけども、バッティングだということですね。バッティングですか。で畑中会長、はい、頭を振ってもっと下ボディを攻めろという指示です、はい、一旦傷を見せますね杉田。いや結構出てますよ、はい、今回はノンタイトルの10回戦ですので、4ラウンド、つまりこのラウンドが終了したところで試合は成立、うん、でその前ですとドローということになりますからね、偶然のバッティングで試合が止まった場合、続行不可能となった場合ですね、うん、結構この傷は大丈夫かな、バッティングですが、かなりこれ深いですが、まだ試合続けますね、はい、試合続行です。ハウレギの容赦ない左のこの強烈なアッパー、下からもう肘から上ごとガーンと突き上げる感じで杉田竜平の右の顔面を襲います。見にくいと思うんですよ、メキシカン独特のこの中南米のリズムで打ってきます。そして見えないとこからパンチが出てきます、この左のブロー、しかしこの左だけを気をつければ中盤以降必ず勝機がやってくる。杉田しかし下がりませんね、ヤクシーさん、前で
これが杉田の持ち味なんですけど、右ストレート左、さあボディ連打が出ました。2ラウンドあたりからこの杉田のボディも入るようになってるんですが、しかし何といっても怖いのはこのハウレギの左、強烈な左が飛んできます。杉田の顔面はもう血で真っ赤になっています。体を入れ替えたハウレギ、そして左を越え小さくついてきますね。あの独特の左右の動きなんですよね、これにどう対処していくかですよね。さあ杉田ロープに詰めた、この壁を越えなければ世界は見えてきません。杉田龍平、さあロープに詰めた、右ストレート右アッパー、さあパンチをまとめるか、杉田がいった、もう一回今度はボディを、そして右アッパー左のフック、距離を詰めればこっちもですね。ハウレギ結構見てるんですよ、これで見てる、はい、杉田の出方を見てる。そうですね、相手どう来るかって言ってそれでカウンター狙ってますから、はい、あれを気をつけたいですね、これまで戦った相手の中で過去の23戦の誰よりも強い相手と戦っています杉田龍平。この左です、この左が容赦なく杉田の右顔面を襲います。あの薬師さんも辰吉丈一郎戦がありましたが、はい、あの時辰吉選手がやっぱりこのフリッカー気味にジャブを打ってきましたよね、はいはい、ですからその別に全然惑わずに、はい、もともと回ることですよ、正面からちょっと今杉田行き過ぎなんですよ、はい、右のアッパー、そして左フック、上下打ち上げたいですね、上下、はい、いいコンビネーションが時折入ります杉田龍平、頑張れ杉田、この左ちょっとブロックし始めてますけどね、第4ラウンドが終わりました。ヤクシーさん、はい、序盤4ラウンドまで、このラウンドまでを我慢すれば中盤以降に勝機をやってくる、その4ラウンドが終わりました、はい、ここまで振り返っていかがですか。ハウレギのやっぱりペースですね、で杉田のパンチも当たってるんですけども、ちょっと戸惑いを見せてますね。でここまでハウレギがペースを握ることはもう分かってましたからね、はい、ここからですね、第5ラウンドから中盤からが杉田爆発できるかどうか。ノンタイトルの10回戦ライト級の10回戦を迎えています。背中を見せている両者黒のトランクスなんですが、横に赤いサイドラインが入っているのが日本畑中ジムの日本スーパーフェザー級第1位のランカー杉田龍平、対するはメキシコからやってきましたこのスーパーフェザー級では国内最強の拳を持つ男ハビエル・ハウレギ28歳。このハウレギはあのマッチメーカーのジョー小泉さんの話聞きますと、はい、決して世界のトップに立てる人間ではないんだけれども、ただ世界のある程度のレベル以下の選手には絶対に負けない、うまいこと言いますね、つまり最上級のアセリのフレイタスとかそういった選手にはあの簡単に曲げることがあるんですが、ただ世界ランカーでもあのこれから上位を目指そう、まさにこういう杉田に対しては非常にあのいい一つの壁になっている選手なんですね、ですからこの選手を超えれば杉田にも一気に世界への視界が開けてきます。いや、もし僕は逆の立場で杉田の立場だったら嫌だと思うと思うでしょうね、はい、いろんなパンチ出してきますからね。杉田は第2ラウンドに右の目尻を切ってからもうずっと顔が血で染まっています。一方のハウレギですが、ハウレギもだいぶ杉田のボディーブローもらってますよね。ジャブを杉田がこの左です、左のパンチが怖い、結構出血してますね、はい、ただ杉田のこの足に効いてる感じはまだありませんね。前に出ていきます杉田龍平、そして距離を詰めればこの杉田の距離です。一生懸命離れようというハビエル・ハウレギ、あ今実はあのマイクの音がガサガサとしましたが、すいません、あの薬師さんの顔にあの血が飛んできましたね、はい、今、いやこれしょうがないですよね、これだけ流血戦になるとは、あ我々の放送席 の, この手元の資料の上にもだいぶこの杉田の血が飛んできま す, す、ね、はい、リングのマットの上はもう真っ赤です。もちろん杉田の顔面も真っ赤、あのね杉田もあれですね、相手の左をもっと見ることですね、この左、はい、左ばっかりです、あとは左ばっかりです、はい、右目はちょっと視界見づらいことありますか、はい、もうほとんど見えてないですね、ほとんど見えてないですよ、はい、中盤以降ペースをつかみたい杉田龍平、ここが大一番です、もう絶対に負けられない一戦、負けられない一戦なんていうことはあの普段口数の少ない杉田が言うとは私も本当に思いませんでしたから、よほどの気持ちで今日リングに立ってると思うんですね。あの
ああもう一回ドクターですね、ドクターですね、ドクターチェックを受けます。4ラウンドが終わっていますので、これ以降もし試合続行不可能ということになりますと、偶然のバッティングから切れた傷ですので、ここまでのジャッジペーパーでの採点ということになりますね。ちょっとこれ以上無理だと思うんですよ。コミッションドクターが杉田の右の目尻のあたりを見ています。これ以上は働く会長が駆け寄りました。これ以上無理かなって、傷の具合はどうでしょう。結構深いですね。顎の先からこれ血が滴り落ちてますね。止めます、止めます、ここで止めました。5ラウンド途中、杉田右目尻の負傷のため試合が一旦止まります、これ以上無理ですね。これ以降はジャッジペーパーの判定ということになります。お客様にお知らせいたします。杉田龍平選手、眼下上部の傷が深く試合続行不と、見なし、これは偶然のバッティングによるものでございますので、5回までの採点で勝敗を決めさせていただきます。ジャッジ谷村48対48、ジャッジ吉田48対48、ジャッジ伊藤48対48、よってドロー引き分けで引き分けです、引き分けです。3人のジャッジがいずれも48対48、ドローということで引き分けになりました。負傷判定に行き、そして結果引き分け。杉田右の目尻の出血もこの具合が気になりますが、まずは FC さん、はい、しかしここまで杉田が世界ランカー相手にも引きを取らないボクシングをしたということになりますね、はい、あの杉田よく頑張りましたね、本当に頑張りました。でも杉田強いと思ったでしょうね、相手のことね、初めて世界ランカーとやってね、これまで の、 あの最強の相手ですからね。さあもう一度この先世界を目指すためにやはりこういった壁を乗り越えなきゃいけませんから ね、 本当にこれをいい勉強という形にしてほしいですよね、はい、まだまだ杉田龍平の道はまだまだ終わりません。さらに開ける視界に向けて杉田がまたリングに帰ってきます。次の杉田の試合に期待しましょう。本日はご来場いただいて誠にありがとうございます。